確かに。俺結構嘘なく行きたいんだよ、もうまっすぐ。会社にも行って、なんかゾノさんみたいになりたいみたいなこと言われたから、なんか僕もゾノさんみたいになんか人集めれるような、自分のところに人が集まるような人間になりたいみたいな感じで会社が LINE してきて、まっすぐ生きてれば大丈夫だよとか言った。とにかくまっすぐ生きてれば大丈夫だよって言ったら、まあいいやつだし、サッカーもうまいし、ね、大学もいいし、いい子だし、なんかそういう風にやっていけば大丈夫だと思うよみたいな感じで。大学さん何歳でしょ？22？ 若いんだよ。すごいいい子だしさ。そしたらなんか、ちょっと今日から生きるテーマ、まっすぐ生きるにしよう。かわいいじゃん。それかわいいじゃん。それも素直に言えるのかわいいじゃん。めちゃくちゃ大事だよ。めちゃくちゃ大事。俺もじゃあもうさ、かわいがるってなるじゃん。もうそんなこと言ってくれるのかわいがるってなる。その小島ってやつもそうだよ。もう俺はお前が、お前のことは俺がかわいがるからってなるじゃん。だからそういうのってめっちゃ大事じゃん、実際。もうほんとごまんないことだよ。俺は好きな人には好きって言うし、会いたい人に会いたいって言うし、言葉って大事じゃないけど大事で、大事だけど大事じゃないからさ、どっちもやもう行動でも示すし言うし、行動でも示すし言うし、どんどん言うやつ、マジでサッカーと一緒なんだよ。俺は本当にそのサッカーが自分っていう人間を一番表現できると思ってる。だってでもサッカーチームやったらいいんじゃないですか。もちろんジェスパイトリックも同じじゃないですか。一丁ぐらい詰めるようになったらさすがに売りそうじゃない。一丁出すから。一丁なんかね、全然もっと低い値段で買うじゃん。やらしくないじゃん。だってメルカリいくらで買ったんだっけ？十何億でしょ？確か。カシマ。どうだ。5億ぐらい。5億もいかないと思いますね。いやでもだからジェフはなんか JR があれだから売る気ないの。千葉に新しいの作ったりとか、ジェフ代表とか。でもそういうチームはあるんだけどさ、今、ボンズ市原ってチームとかやろうとしてるけど、浦安とかもそうだけど、結局めっちゃ自分があるし、そういうところを逆に買い取れて、もう完全にブランディングできるなんだけど、はい、ありがとうございます。このジャケットあれですか、パブリックトーク、パブリックかっこいいっしょ。これめっちゃいい。あれですよね、代々木にあるんですよね。そうだよ、もう見つけました。変わったの、変わったの。前原宿にあったんだ。